うちのカメラマンが、まあ、ハーレー乗ってて、まあ、それの影響ですよ。まあ、乗りてえな、かっこいいな、っていうところからの僕、ハーレーで大型免許取りましたから、もう本当そこです。そこがなかったら、ハーレー乗ってないと思います。なんかダサいですね。いきなり。いや、まあ、自分からではないからね。自分発信ではないから、ダサいって言われても、はい、しょうがないのかもしれないけど、うん、でもそこですね。バイクタンデムできる仕様でしたっけ？今のはそうです。タンデムできます。できますか？はい。誰か乗せる予定はあります？今のところ特になしですね。分かってます。いや、それが質問だからさ。分かってますよねの返しは一番やっちゃダメなの。なるほど。俺は分かってるけど、それ俺との会話になっちゃうから、そういうダメな人間なんですね。あの気が利かないなと思って今会話してて、まあ、そこはごめんなさい。乗せる人はいないんですね。今のところ予定なし。まあいないでしょうね。何それ。あの、はい、乗せる人ができたら、はい、まずどこに行きたいですか？水族館。水族館に行きたいです。水族館に行きたいんですか？はい、それはなぜ？まあデートというところで、僕は水族館大好きなんで、一緒に水族館行ってくれる子を乗せて、行きたいな。じゃあおそらく一生ないですね。なんでですか？ないなと思ってます。なんで一緒に。バイク、まあ、ハーレーに限らないで、なんかこう、好きな他の車両ってあります？結構最初がハーレーだったんですよ。なので、国産も、まあ、多少はちょこちょこは乗ったんですけど、やっぱりハーレーが一番好きですね。これは興味はないです。はい。今のハーレーは、どれぐらい乗られてます？でも本当に、1ヶ月足らないぐらいですね。なんかこの先、ハーレーに乗りたい方たちに向けて、なんかこうアドバイスあります？アドバイス、まあ自分が本当なんていうんですか、維持できるメンテナンスもできるっていう車両に乗った方がいいと思います。無理して例えばちょっと初めてなのにちょっと古いめのバイクとか乗るとやっぱりね、分からないことだらけで、自分でメンテナンスも多少のメンテナンスはできる、はい、維持できるっていう車両を選んだ方がいいと思います。それはですね、やっぱりね、困っちゃうんですよ。困っちゃう。困っちゃう。例えばエンジンかかんなくなっちゃったりとか、昨日まで乗れてたのに今日かかんないなっていう時とか結構あるんですよ。はじめはですよ、もう簡単にそのエンジン自分で始動できるっていうぐらいの車両選びが、やっぱ僕はそういうことあったんで、実際に。なんでそこは重要、選ぶところの重要かなと思いますね。今はそんな大きな夢は
思ってることはないんですが、強いて一つ言うならバカライドヴィンテージをもっともっと広めていきたい。カメラマンとのやり取りっていうのはどういうふうに思ってますか？まあ、これは笑いの一つだと。ちょっと皆さんが笑っていただけたら、面白く見ていただけたらいいなという一つの要はくくりといいますか、ですね、はい、何と言います？一つのくくりですね。一つなんですか？くくりですね。くく？くくり？はい、だから。理が聞こえないですよ。はい、僕、理があんま言えないたちのもので。く、なんですか？もう一回。くくり。今、はい、国民皆歯科という問題が出てきてるんですけども、歯医者に対して、どういうイメージがありますか？いや、もう行かなきゃいけないみたいな。そういう思いがあります。ちょっと虫歯の方がですね。何本ぐらい？そういうところも聞いてくるんですね。何本ぐらい虫歯ありますか？10本ですね。10本？ 10本って言われました。前行ったあの歯医者さんに。はい。最後にキスしたのっていつですか？多分、でもその、なんて言うんですかね、くくりは、どんなくくりなんですかね、このキスの。彼女なのか、わかんないですよ。どんななんですか？どんななんて言いましたか？どんなくくり？言えないんですよ。ね、くく、もう一回なんですか？くくり。どんなくくりなのか、ちょっと、キスに、相手がいるじゃないですか。2ヶ月前ぐらいですかね。どちら様ですか？ちょっとお店、お店様？はい、お店様でございます。ちょっとくくりつながりで、ちょっとくくの方を言ってほしいんですけども、くく、はい、七の段お願いします。はい、七一が七、七二十四、七三二十一、七四二十八、七四二十八、七五三十五、四六四十二、七四四十九、七八五十六、七九六十三。こういう意味ありますか？リッチで、くくりで意味ありました。ごめんなさい。ちょっとインタビューされておいて、本当申し訳ないです。じゃあ最後に質問。はい、どんな女性がタイプですか？まあ、顔のタイプで。ありがとうございました。